ご視聴ありがとうございます。カフーです。いやー、久しぶりにね、仮面ライダーカブトから料理をしようかなっていうふうに思うんですけれども、久しぶりといっても12月以来2ヶ月ぶりっていう感じなんですが、まあそこら辺は置いといて、本日2月22日は仮面ライダーガタック鏡新太役を演じました佐藤優希さんの誕生日です。おめでとうございます。はい、ということでね、再現料理でお祝いしていこうと思うんですけれども、本日は第14話で登場したロールキャベツ2つ作ってみましたが、まあここにね、鏡ってあんまり関係してこないんですよね。気を取り直して佐藤さん演じました鏡新太についてね、話していこうかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、最初はごく一般的なゼクトの隊員っていう形で、熱血バカと言いますか、まあ、そんなキャラクターだったわけなんですけれども、途中でね、優しさというかそういったところが垣間見えて仮面ライダーザビーになると。で、自らザビーの資格を捨ててね、時間が流れるわけなんですけれども、最終的には仮面ライダーガタックに変身できるようになると。って言ってもね、全て仕組まれていたというか決まっていたことだったということで、戦いの神ガタックとしてね、戦いに投じていくわけなんですけれども、いやー、ガタックね、かっこいいよね。もちろんカブトもかっこいいんですけれども、やっぱね、見た目っていうところもそうですし、ガタックダブルカリバーですか、あれの攻撃とかね、あと結構必殺技のキック、あれもめちゃくちゃ好きですね。まっすぐにシンプルなっていう感じじゃなくて、こうクロスする感じ、最近で言ったら仮面ライダークローズみたいなね、必殺技なわけなんですけれども、いや、クローズがガタックを踏襲したって言ってもいいんじゃないかな。うん、まあ分かりやすく言ってそういうことでかっこいいというわけです。ただ一つ心残りといえば、やっぱハイパーバトル DVD で登場したハイパーガタック、こちらが本編で登場しなかったっていうことくらいかな。まあ、特別フォームっていうことでね、そこだけに留めたのかもしれないんですけれども、いやー、劇場版とかにもね、登場しなかったし、そこら辺はね、ちょっと残念かな。まあ、ちょっと話が変わるっちゃ変わるけど、まあ一緒っちゃ一緒かな。あの、仮面ライダージオーでも佐藤さん友情出演されて、まあ、仮面ライダーガタックにもなり、最後にはね、仮面ライダーカブトにもなるっていうような、そんな演出だったわけなんですけれども、ワンチャンカブトはカブトで登場させて、ガタックはガタックでガタックのハイパーフォームになるとかね、そういう演出でも良かったんじゃないかなというふうに私は思ってますね。まあカブト第1話のね、鏡がカブトになれなかったっていうところの伏線をジオーで回収したっていう、まあそう言ってしまえばそうなのかもしれないんですけれども、やっぱ鏡ってガタックじゃないですか、カブトじゃないから、まあそういったところは思いとしてはありますけどね。終わったことなんで言っても仕方ないんですが、まあ、ちょっとマイナスな話になってしまったような感じもしますが、とりあえずガタックがかっこいいと。またね、佐藤さんが変身するガタックみたいですね。まあ今では普通でもないか、一人でね、3つの仮面ライダーに変身するってなかなかないことだと思うんですけれども、それを演じた佐藤さん、非常に羨ましいですね。また仮面ライダー作品はもちろん、他の特撮作品でも違ったキャラクターでね、登場してくれることを願っております。ということで、改めて佐藤優希さん、お誕生日おめでとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右のアイコンをクリック。今登録いただくと、なんとなんと、あなたの好きな特撮作品の料理が再現されるかもしれませんよ。